ウルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は試合の展開が癖になる後衛武器は楽しいっていう話となります。スプラ2でゴリゴリの前衛使いでしたが、後衛武器を使い始めてハマった話をしていきたいと思います。前衛はキルを量産とか複数の敵に勝つという派手さっていうものがありますが、後衛は後衛なりの楽しみ方っていうのがもちろんあります。少しでも後衛を知ってもらえるきっかけになればと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。ということで今回は後衛武器が楽しくなる話を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず後衛が楽しい理由ですが、試合をコントロールできるという部分です。僕自身後衛を使って一番楽しく感じるところですね。で、後衛の立ち位置っていうところなんですが、基本的には最後尾でマップ全体を見渡せる場所となる傾向にあります。そのためどこに穴があるのか、試合はどのように動いているのか、前衛よりもゆったりした状況で見ることが可能となります。この状況を組み立てるというのが後衛ならではの時間となっているので、試合の傾き具合を感じることができるんですよね。この傾きを感じてスペシャルで足止めをした時に相手の舌打ちが聞こえてくるようだと、ちょっとニヤニヤしてしまいます。これに関しては後衛の場合、射程外からの邪魔ができますからね。相手の嫌がることを徹底的に組み立てれるのはとても楽しい要素と言えます。ただこの行動はキルを連続で取るという見栄えがいいものではないので、パッと見はとても地味な要素になると思います。ですがプレイする側としては試合を思ったようにコントロールができるので、先読みが好きな人にはぜひ後衛はおすすめしたいなっていうところですね。2つ目は相手を遠くから抑えれるという点です。これは前衛にはなかなかない部分かなと思います。後衛の特徴は何と言っても射程です。この射程を生かすと、前に出た時に相手を一方的に抑えれるっていうのがとても気持ちいいものになります。特にスプラ3ではチョークポイントが多く存在してますので、通るべき通路を抑えるだけで相手が困るのを見れるんですよね。一回前に出てくるんだけど下がるみたいなのはよくあります。これに関してはある意味性格が悪い攻め方っていうところになりますが、これによって試合を有利に進めれますし、一時的に場の制圧っていうものが可能となります。この場の制圧というのは攻めだけでなく防衛の時にも場所さえ取れれば可能となるので、相手の足止めなどの抑えにもとても有効となるんですよね。前衛の場合、体を張って前に出て切りを取るっていうのがありますが、遠くから的確なポジションに攻撃をするので地味さというものが出てきます。ですが攻撃が成功すると相手の動きが一気に止まるので、試合を動かしている感じがします。この状況で味方が前に出て挟み撃ちや連携が取れると、後衛としての仕事ができてとても楽しくなりますね。やっぱこれで止めれるとかなり嬉しいです。でもちろんキルを取ることがとても難しい武器ではありますので、毎回うまくはいかないっていうのももちろんあります。そういった難しさはありますね。なんですがやっぱ刺さった時ほど楽しいっていうところはあります。で、一方的な状況を強制的に作れるのは後衛ならではの特権と言ってもいいかもしれないですね。前衛武器の場合やっぱ射程が短いのでスペシャルを駆使したりとかいろいろありますからね。抑えのある試合ができた時というのは後衛としては自然と連携も取れてるので、とても楽しくなるなっていうのが一番あります。3つ目は味方のナイスが気持ちいいという点です。これは味方のカバーに成功した時よくもらえますね。弓だから舐められてるのかなっていうのも正直ありますがあるかなと思います。で、前衛武器でもカバーっていうのはもらえますが、後衛はさらに広範囲で味方のカバーをすることができるっていうのがとてもいいところかと思います。特に高所から味方と敵の対面を見ていた時に横やりが成功すると、味方が生き生きして前に出るのがいいんですよね。また前衛とは違ってカバーの速さも後衛ならではだと思います。射程内であれば対面始めた時にカバーいけますからね。その攻撃の距離分移動しなくて済むっていうのがあります。
まあ、前衛を実際に使ってた頃っていうので考えてみると、カバーに入ったとしてもこの射程的な問題とか味方の元に到着するまでの時間っていうのもあるので、防衛ならではのそのカバーの速さっていうのがやっぱあるんですよね。いや、それの速さで処理ができるとやっぱ試合展開も大きく変わるので、なかなか前衛では味わえない要素だなと思ってます。しかもそのカバーが成功すれば前線の味方が押し上がっていきますので、そのまま連携を取り続けるということも可能になります。射程の違いっていうのももちろん前衛後衛でありますが、先に削っておき味方が倒してアシストをもらうなど前衛周りを守ることもできます。なんなら直当てしただけでそういう時はナイスももらえますからね。まあ、エイムの難易度が高い分こちらとしてはとても嬉しいナイスだなと思います。後衛のキルは前衛ほど花がないっていうのがあります。なんですが味方のナイスは的確なキルが取れたという褒め言葉に近い部分かなと思いますので、まあ、こういったナイスはとても嬉しいですね。で、前衛の頃より有効キルっていうところに関しては、まあ、後衛の方がよく褒められるようだなという感じますね。ただこの有効キルっていうのも前衛あってこそなので、カバーをうまく成立させれるようになってくるとさらに嬉しくなる部分となってきます。このカバー重視というのは後衛ならではの感覚だなっていうところですね。さて、ここまで後衛が楽しいよという話をしてきましたが、後衛に向いている人とそうでない人っていうのはいると思います。というのも僕自身そもそも後衛が楽しいのは動きが合っていたことが要因だと思っています。特に後衛を持って適性があったなと感じたのは、視野の広さと試合転換に関しての勘です。まず視野の広さに関しては、敵の管理だけでなく味方の位置把握の部分というのも出てきます。僕自身は味方の分析もしながら試合をすることが多かったので、位置の把握はもともとできていました。そのため、初めて後衛を使ったという場合でも当てることができれば、まあ、カバーっていうのはすぐできたんですよね。やっぱ中野に一分かってるだけでかなり差が出ると思います。で、これがあったから後衛が続けれたのかなと思ってます。もう一つは試合展開の勘になります。これは味方のデス状況に合わせて防衛と攻撃の切り替えをすることにつながります。前衛の時っていうのであれば、とにかく前に出てしっかりと相手と対面をすることを重視していましたが、ですが後衛はこういうことをしてはいけないというか違いますね。全く違いました。で、不用意に出ればデスにつながりますし、下がりすぎれば攻撃が届かないので味方への負担っていうのが大きかったんですよね。で、このバランスというのが、まあ、前作で経験した X マッチの数があるから把握できた部分だなと思ってます。でも、あ、これはやばいなって思って引くっていうだけでもやっぱ違いますからね。で、この2つを考えてみると後衛を持つにもそれなりの経験値と考えるのかなと思います。長時間使い続ければというのも前提条件としてありますね。また自分が目立つという動きではなく、味方のカバーを最優先に考えれるかが大事な気がします。一人ではキル取れないというところですね。やっぱ味方との連携がいかに取れるかというところが重視されるためです。また味方が見えすぎた場合、悪い部分が見えるというのがありますが、この思考の変換ができるかも後衛としては必要な要素かなと思ってます。例えばですが、味方がデスが多すぎるってなった場合、このデスが多い人をカバーしようみたいな感じですね。前衛の場合は代わりに前に出てキルを取りに行こうとか、おとりにして自分がさらにカバーしようみたいな感じになると思います。で、この反映のさせ方っていうのが後衛の向き不向きが分かるのかなと思いますので、しっかり分析してみるといいのかなと思います。そもそももしかしたらね、このデスが多すぎるで終わってる人もいるかもしれないですからね。ここからどうつなげるのかはやっぱ前衛後衛の向き不向きとか出てくると思います。で、個人的には単純で好きで持つっていうのは第一でいいと思います。やっぱ後衛好きなら持つのはありですね。なんですが、ここに好きでパワーを上げようとする場合には必ずどこかで向き不向きとか適性っていうものが出てきます。なので冷静に判断していくっていうのも大事なところかなと思いますね。はい、ということで今回はここまでとなります。試合の展開が癖になる後衛武器は楽しいっていう話、まあ、いかがでしたでしょうか。スプラ3から後衛武器に変更しましたが、正直楽しいですね。楽しいです。
で、武器の難易度もありますが、それ以上に楽しさが今のところ上回ってます。まあ弓だけでなく他の武器ももう最近触ってますからね。で、まあ後衛というだけで、まあ味方に邪険されるということももちろん多いんですが、試合に慣れてきてコントロールができると、それ以上に後衛で試合を動かすっていう楽しさが増してきます。とにかく一度持ってもらって後衛の楽しさを知ってもらえると嬉しいなと思いますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。